はい、どうも皆さん、ゆっきーでございます。明けましておめでとうございます。今年もですね、よろしくお願いいたします。2019年、今年の抱負は、皆さん何かありますか？まあ、俺は特に、抱負というか、まあ、願いですかね。元旦の日に、近くの神社を、行ってきたんですけど、まあ、そこはね、ものすごい、こじんまりとしたものすごいちっちゃい神社だったんですけれど、そこでまあ、鐘をね、ガラガラーっと鳴らして、で、まあ、祈ってきましたけれどね。で、そこの神社がですね、なぜか賽銭箱は置いてなくて、そう。賽銭箱置いてなかったんだよな。そう、今思い出した。こちら。この札がね、札がなんか置いてあったんです。その、普通だったら賽銭箱のあるようなところに、なんか札がこう、まあ、何枚もこれが何十枚もあって、まあ、多分お取りくださいみたいな感じなんだけど、うん。初めて見ましたね。寺で、賽銭箱がないお寺。まあ、こちらはね、まあ、ここら辺に置いときましょうか。ね。それで、本来賽銭箱になかったんで、5円玉はね、3枚。そこら辺のね、なんか、置けそうなところになんか、墓みたいなとこあったんで、そこにポイって、置いてね、祈ってきましたけど。まあ、今年は、イノシシ年ということで、まあ、ね、ちょとつ猛進とかね。まあなんかね、がっつり。何かに向かってがっつり進むみたいなね。なんか、そういうことは多分できないと思いますけどね。まあ何かあったらやっぱその、ちょとつ猛進でね。まあ特に目標はないですけれど。まあ、今年もね、いや今年もじゃないな。今年は、なんか、幸せになれればいいなと。幸せになれますようにって、祈ってきました。うん。まあ、いい。今年、一発目。リスナーさんからの、あれですね。滋賀高原ビール。ペールエールです。とうとう来たか、ペールエール。創業200年の歴史を持つ清酒、緑記の蔵元が滋賀高原の湧き水と厳選された高品質な材料だけを使って手作りした麦芽 100% のビールです。ペールエールはクリーンな味わいに、際立つホップの香りが特徴です。ラベルのデザインは滋賀高原のシンボル、大沼池のコバルトブルーの湖面と、そこに住む伝説の大蛇を、モチーフにしていますと書いてあります。もう今更ペールエール来た。もう前の、前からもう、味がすげえペールエールだったんですよ。もう滋賀高原のビールはね、もう全部がまあほぼほぼなんか、柑橘系の香りはするし、苦い。ね。まあ、コクはないのもありましたけど。こちらは生ビールで容量が 330ml、原材料が麦芽とホップ、アルコール度数が 5.5%、製造者が株式会社玉村本店、長野県の会社です。リスナーさんからね、ご寄付をいただきまして、まあ、こちらをね、レビューということで。まあ、これは6種類、買ったんで、あと2、3種類あるのか。まあ、これ飲んでいきましょう。新年一発目、元旦ではなかったですけどね。まあ、今日は1月の2日です。よし。今年も酒がうまい、なんていうのかな、うまい。酒ってほら、体調良くないと全然まずいんですよ。で、俺も最近すげえ体調が悪くて、ここ半年間ぐらいほとんど酒、飲んでなかったですからね。うん。よし。それでは皆さん、明けましておめでとう。カンピー。今年もよろしくお願いいたします。カンピー。あれ苦くないぞ。あれ前の飲んだやつよりか、はるかに苦くない。全然苦くないぞ。あ、全然苦くない。全然っていうこともないけど。だいぶ甘い感じるな、これ。全然苦くねえ。うわぁ。ここに来て、今まで飲んだ志賀高原のビール。改めてそんなに苦かったんだなと思ったね。すっげえ苦い。あ、苦くない。うん、志賀高原ペールエール、値段が382円、税込みです。あ、不動の人気ナンバー1だって。マジで。蕎麦屋にとっての盛り蕎麦のように、作り手としても絶対に手抜きができない定番中の定番です。マジで前回のやつ定番じゃなかったの。クリーンな味わいに、柑橘系のホップが特徴。幅広いお食事とお楽しみいただける志賀高原ビールの味の基本ですって書いてある。味の基本ですって書いてある。ビアスタイルがペールエール。あ、そう。全然苦くねえな、本当に。うわ、これ今まで、この中、志賀高原ビールの中で一番苦くないですね。はあ。マジか。味は、コクもそんなにないですね。わりかし軽やかな味わいするね。うん。うん。うん。後味もそんなに、割とキレがあるタイプで、さっぱりこう、飲めるような感じです。で、ここにも書いてあるんですけれど、創業200年の歴史を持つ清酒の、緑喜びの蔵元がって書いてあるんですけど、この玉村本店さんで、扱っているのが、日本酒も扱っています。その、なんて言ったっけ？緑喜び。緑喜というのが売ってるんではないか。ああ、いろいろありますね、日本酒もこれね。うわぁ。俺、日本酒で言うと、大吟醸とか逆に嫌いなんですよね。普通酒が一番なんかうまい気はする。うん。うん。ああ、いっぱい売ってるわ。本醸造の 1.8 リッター。あ、これ縁起って読むのか。ああ、そういうこと。緑喜びじゃなくて、緑じゃなくて、縁だね。縁だね。縁ですね。緑に見えてた。玉村本店が210年間こだわってきた毎日の晩酌にお飲みいただきたい普段のお酒です。なんだっけ？縁起ね。縁起。縁起はいわゆる、普通酒も、本醸造です。麹米は、長野県産人ごこち 100%、かけ米も、長野県産 100%。味と価格のバランスにこだわった自信作をぜひお楽しみください。米の品種が長野県産米で、アルコール度数が 15% で、精米部合が 70%。で、気になるお値段が、1836円。税込み。まあ、一升瓶で1800円だから、まあ、そんなもんだな。うん。まあ、いわゆる普通酒ですよね。うん。これちょっと今度飲みてえな、これ。これ Amazon に売ってねえかな、これ。縁起。これ意外と売ってるな。意外と売ってるんちゃうか。あら。ん？あ、売ってないですね。どこで売ってんだろう。縁起。まあ、この、醸造元の玉村本店さんの、インターネット販売もしてるみたいですけどね。まあ、ただ送料がいくらかから、1200円かかるんだ、これ。高え！はっき1200円か。なんか、負けた感あるな。配送料。本州、四国、九州が1200円。北海道1600円。沖縄1800円。ひえー。うわぁ。マジっすか。まあ、そういえば今年の冬まだ俺日本酒飲んでねえんだけど。日本酒なんか飲みてえな。金がないんで、飲んでないんですよ。うん。ほんとなんか安い舌だなと思うね、自分でね。日本酒が一番うまいんだもんな。日本酒はね、普通酒がさ、なんか大吟醸とかより明らかに普通酒の方がうまいっていう、安い舌を持ってますね、俺は。縁起。あ、売ってるとしてもあれか、楽天市場とかか。楽天とかっすね。楽天で買った方が安そうだな。あ、楽天で買った方が安いじゃん。これ送料650円だってなんじゃこりゃ。送料650円だってよ、これ。マジか。普通のオンラインショッピングで、玉村本店で買うと送料が1200円もかかるのに。普通にあれだ。楽天市場で買った方が送料が半分ぐらいになる。しかも値段的にも若干安い。ああ。うん、美味しいっすね。うん。これだって、長野県のお酒でしょ？長野県か。群馬県と同じく、なんか長野県ってなんか森しかないイメージしかないんだけど。行ったことないからな。はあ。なるほど。長野県と富山県もかな。なんか山っていうイメージはあるね。ああ、まあ、今度これあれだな。これちょっと後で、いつか買うあれに入れとこう。うん。うん。これあれだ。楽天で買った方が安いわ。ちょっと。まあ、志賀高原ビールの、この最もポピュラーな、まあ、ペールエールということで。まあ、なんかあれだよね。確かに、そつなくうまいみたいな感じはあるけど。まあ苦味があんまりないっていう。まあそこまで香りも強くないしね。まあバランス的にちょっと、まあいい感じの、ビールなんじゃないかな、これはね。ただまあ、これを買おうっていう、その、なんていうかな。まあ、オリジナリティがないような感じがするね。なんとなくね。まあ、うまいんですよ、それは。いや、わかるんだけどさ。わかるんだけど、まあ、これをわざわざ買うっていう、その、選択肢に入るかどうかっていうのは入らないです。確実に入らないでしょうね。でもいっぱいあるなぁ、この酒造は。いっぱいあるね。うわぁ、うまそうやな。まあでも結局さ、クラフトビールなんてさ、あれやって、クラフトビールなんてそんなもんだよな。ぶっちゃけ。なんかさ、クラフトビールっていう、その、なんか響きに弱い女とか買ってそうだな。前なんかあったな。なんだっけ？東京の、ビアフェスタみたいなのあったらしいんですよ。リスナーさんが聞いたんですけど、ものすごい高いんですよね。なんか有名な、ビアフェスタみたいな。ビアフェス。ビアフェスタのね、東京でやって、そう、地ビールのクラフトビールのね、ビアフェスタが、前やったらしいんだけど。まあ、毎年やってんだろうね。見たらものすごい高えのよ。値段が。半端ない。一杯1000円ぐらいするんですよ。なんだそれ。一杯1000円ぐらいするの。なんだそれって、おかしいだろ。確実におかしいだろ。なんかさ、まあ俺もビアフェスタとかビアなんたらとか言ったことないんだけど、結局パリピがなんか、パリピがウェイしてるだけの、さ、ろくなさ、なんていうかな、酒を、ろくに多分飲んでねえやつが多分あれなんだろうな。女はそこら辺でナンパしたりして、なあ、ウェーイって言うてるイメージしかないから。まあ結局のところドイツのビールとかさ、クラフトビールっていうかさ、日本のビールじゃなくて、ドイツとか、あと、どこ？インドとか。なんかそういう、世界のビール。世界のクラフトビールみたいな。アホみたいに高い。おかしいと思ってるもん、確実に。多分一生行きたくないですね。一杯、プラスチックのコップみたいなやつにさ、一杯たかだか 200cc ぐらいしか入ってないのに、はい、一杯1000円ですって。はぁ、頭おかしいだろ、絶対。確実に頭おかしいと思うね。だってさ、アマゾンでさ、普通にさ、ねえ、ビールというか、ねえ、ドイツとかのさ、ビール買えるわけじゃん。本場のドイツとかのさ、ねえ、クラフトビール。昔飲んだけど。ねえ、ドイツビール。ドイツのビールとかさ、ね、ペールエール、ドイツのペールエールとかさ、ちょっと忘れたんだけど、うん。まあ、いわゆるあれだよね。居酒屋で飲むよか、家で飲んだ方が安いっていう、言ってるのと、まあ、ほぼ同義なんだろうけどね。俺の言ってることはね。うん。まあ多分それはあれなんですよ。底辺の人の考えだと思うんですけど、確かにね、まあだから、女とね、ウェイってできる場面が場所がね、与えられて、それを喜んでる人間と、まあ全く喜ばない人間がいるってことだね。それはあるよね。うん。まあだから、ウェイってやりたい人が行くんでしょうけど。うん。なあ。なんか俺前飲んだ、なんつったっけな、ビールな。世界のビール。すげえうまかったビールあったけど、あれどこのビールやったっけな。どこのビールやったっけな。ああ、結構あるみたいですね。世界のビールが飲める店みたいなね。あった、これ。これなんだっけ。ちょっと待って。シメイビール。シメイビールな。シメイビールだっけ？シメイビール。シメイビールうまかったな、これな。これベルギーか。もうぶっちゃけ世界の地理詳しくないから、ベルギーがどこにあるかもよくわかってね。あれだろう、ヨーロッパのあたりだろう。ベルギービールな。このシメイビールな。一番うまかったのは、何が一番うまかったか？青色？シメイビールのブルーが一番うまかった記憶あるんだけど、まあ、俺の動画、YouTube のね、動画で多分ありますんで。シメイビールね。アルコール度数 9%。ああ、これ。多分、うん、これだよね。アルコール度数 9% で、ああ、これ、ラベルにヴィンテージ、製造年が入っている。数年にわたり熟成保存でき、生きた酵母の働きで味わいが変化する。かぁ。容量が大きいマグナムボトルは熟成発酵、そして味が安定している。ヴィンテージごとに味の違いはあるが、1年1回の生産でないため、ワインほど差はない。はあ、これ常温保存できるのまさか。これだってあれだぞ。酵母が生きてるからなんか、要冷蔵って書いてあるからな、これな。これ、しかも、製造から約90日間で、賞味期限が切れるっていう。これあれなんかな、スメイビールっていうのはあれかな、これ常温保存できるんですかね。書いてない。ラベルに瓶詰めの年号が入る長期熟成ビール。だって熟成するってことはあれでしょ？それともあれか、ワインセラーみたいなところにずーっと低温で、冷蔵庫みたいなワインセラーにさ、まあ、冷蔵庫でもいいと思うんだけど、ひたすらこう寝かせるみたいな感じなの。瓶詰め後5年間の瓶内熟成、各保存が可能ですって書いてある。すっげえな、これ。どうなってんだ、これ。どういう理屈なの？あ、なんかあれがあると。ヤフー知恵袋にあると。ベルギービールの締めって、酵母が生きてるのに冷蔵保存じゃなくて大丈夫なんですか？指名は、指名ホワイトは理想的な保存温度が12度で3年、レッドは14度で4年、ブルーは14度で5年だって。ああ。やっぱ若干ちょっとあれだ、夏場はやばいな。若干多分あれなんだろうな。ああ。やっぱ若干涼しいとこに置いとかないと。冬の室温、今13度ぐらいですけど。これぐらいで保存しようってことだな。ああ、微妙な。そんな微妙な、あれだ。ワインセラーかなんかあんのかな。ワインセラーって結局あれだ。若干、涼しいとこなんだろう。はあ、面白いね。結局、締めビールっていうのは、常温で飲むべきものらしいですね。はあ、10度から12度ぐらいの常温でゆっくり味わいながら飲みましょう。これちょっとあれだな、なんか。特にあれ書いてねえもんな。熟成。これちょっと知りたいな。今ちょっと。あ、冷蔵庫に入れてしまうのは現金って書いてあるぞ、おい。どれが本当かもうさっぱりわかんねえな。マジで本当かこれ。ほっといてお前、なんだ、この蓋がさ、バーンとか言って爆発しないだろうな。怖っ。あ、一応冷暗所で保存みたいな。書いてあるけどな。ああ。できるだけ保冷にて保管してくださいって書いてあるな。あれなんかな。それによっても違うんかな。わからへんな、これ。はあ、でも日本の夏なんてさ、去年なんてもいい。40度ぐらいいったでしょ。それでお前冷暗所にして保管とか言ってさ、無茶言うなって話よ。バカたれ。でもさ、逆に寒いところだと、寒すぎるとあれやね。酵母が活動しなくなっちゃうから、逆に言うと熟成しないってことだな。そういうこっちゃね。保存は常温。置いていた場所は店の倉庫。ああ。ちょっとあれですね。公式でさ、この指名ビールのその、公式的なのはないの？日向を避け涼しいところで保管してくださいって書いてあるな。わからん。うん、わからん、これは。これは、わからん。うん。涼しいところっつうのがあれだよな。いわゆる普通の家だったら、なんか蓋をピカーって開ける。なんか床にさ、なんかうちの実家あるけどさ、こう、パカって開くところがあんねん、あそこ。なんていうの？軒下の、下の方にあるやつな。うん。普段開けないんだけど、うん。なんて言ったらいいのかな？四角くてパカーって開くとこあんねん。ドラクエのさ、階段みたいな感じでさ、パカーって開くとこあるじゃん。あそこだったら多分涼しいんだろうな。ああいうとこの軒下のあたりね。うん。そういうことだよね。あ？ちょっと待てよ。ワインセラーってこれは何度だ？これちょっとあれだぞ。ワインセラーそもそも俺持ってないから全然わかんない。ワインセラーが、何度になるのか。これ知っとくべきやな。うん、あー、そっか。温度設定が、あ、これだ！温度設定ができるって、5度から20度って書いてある。ワインセラー、いいやつだったら、多分温度設定 PPP でできるんやな。だからガチ勢の、なんだ、ガクトとかさ、ああいう人たちってさ、なんか、多分こういうの使うんだろうな。だから5度から20度ぐらいから、まあ、だから指名ビールこれを保存しろってことあるな。まあ20度ぐらいか15度か20度ぐらいに設定して、まあ保管しろっていうことだな。この東京とかさ、まあ東京じゃなくてもあれだけどさ、ワンルームだとさ、確実に暑くてさ、40度ぐらいいくって、普通に、夏は。なあ。夏普通に40度とかいくからな。だいたい北海道でも38度とか40度がいくでしょ。あれ本当に北海道に住む人はあれだよな。言っちゃ悪いけど、アホなんちゃうかって思いますね。だってさ、送料とかもさ、前さっきあったけどさ、北海道はさ、別料金取られたりするじゃん。ねえ。で、冬は寒い。で、さらに雪もガンガン降る。で、それなので、まあ、夏は涼しいかっつうと、夏も暑い40度ぐらいになるって頭おかしいやろ。一番いいのはね、あそこだろ。一番いいの、沖縄はあれだな、台風来るしな。避暑地。どこやったっけ？長野県のあたり。割と山のところな。あれだったら避暑地でな。あれどこやったっけな。有名な。で、なんか、デヴィ夫人とかが、別荘みたいな。最近マジで、物忘れが出てこないですね。あ、軽井沢のビールあったな、そういえばな。軽井沢にもビールあったよね。軽井沢っすね。これどこの？あ、長野県だ。軽井沢のビールあったよな。軽井沢、これ売ってるわ、そう。俺の、たまに行くスーパー、売ってるわ。軽井沢ビール。ね。クラフトビールな。うん。軽井沢は涼しかった。涼しいですよ、これ。間違いない。うん。あと、群馬県とか。ああ。結構でも、軽井沢はなんかなんか別荘とか金持ちがそこの軽井沢にな、よく作ってそうなんだ、気はするんだけど。多分気のせいなの。わからん。とうとう2018年が終わり19年になった。とうとう、あれか、2018年も1月の2日。僕はそんなないでしょ。普通ぐらい。甘みも普通ぐらい。普通ぐらい。香りも普通ぐらいかな。まあ、若干強かった。うん。まあ、これ普通ぐらいかな。まあ、何せよ、値段がちょっと高い。3343です。ご視聴ありがとうございました。